ヤッホー、さくらです。コロコロ、アンコロです。本日は、アンサク刺し飯、刺し飯企画。私、念願でした。誰かと刺し飯したかったんです。おー、刺し飯企画見るのも楽しくない？見るのも楽しい、ね、やっぱり本音聞けちゃったりするので、うん、今日は私たちでいろいろ語っていきましょう。楽しみたいと思います。楽しみたいと思います。とりあえずご飯待ちます。はい、私はこちらカレーうどんとカキフライセットと、私はビーフシチューオムライス。わおせーの、いただきます。美味しそう。やば、美味しい。今回はジョナさんに来ました。いや、最近アンコロと会うことめっちゃ多い。そうですね、ハワイも一緒に行ってたからより、うん、なんか増えたよね、絡みが、うん、撮影も一緒になること多いですもんね。マジ多い、うん、でもさ、2人ペアはなくない？たまーに、ね、たまーにとレアペア意外とね、うん、話すけど、撮影外では一番話すけどペアはなる確率は一番低いです。人気がないのかな。人気ない、あんま人気がないと思うのね。じゃ、この動画きっかけでちょっとみんなが押してくれるといいね。お願いします。え、何話す？後輩について。後輩について、なんかもう自分が今上の立場なのが、うん、びっくりです。まだ気づいたらそうなってたよね、うん、気づいたらなってて、でもなんか最近正直に言うとやばい。ちょっと仲良くなりすぎちゃってますね、うん、とか私たちもちょっとやっぱダメなとこなんですけど、そこはやっぱ注意がするはするんですけど全然できてないんだよね。なんかちょっと笑にやけちゃう、ちょっとネタに走っちゃったりするから、多分みんなもなんか空気悪くしたくなくて、うん、なんかネタに走っちゃったりするんで、なんかやっぱ分かってくれないっていうのが多いですね。本当に挨拶ができてない子が本当に多いと思う、うんうんうん、でもね、挨拶ってタイミング難しいですよね。なんか本当に自分が行こうって思わなきゃ、ちょっと恥ずかしさもあるんかな、うん、なんか全員にしとけばいいやみたいな感じなんですかね、うん、お疲れ様ですって入ればまあいいみたいな、うん、でもやっぱ聞こえてない、控えめな子が多くないですか？多い。だから結構挨拶も大きい声で言わないみたいな子も多いし、うん、じゃあ最近アンコロが後輩の子から舐められてるエピソード。舐められてる、舐められてるか距離感が近くなりすぎて、うん、す近くなりすぎた。アンちゃんがアンちゃんって呼ばれてたり、アンちゃんなんとかですよねみたいな、うん、あとでもまあこれは別にアンちゃんも笑ってたからいいんだけど、うん、あのラナが、はい、ラナがあのホテルで、あの動画あるやん、はい、あの動画がちょっと衝撃ですね。あれ面白かったっすね。で最後アンコロが、覚えとけっていう風に言ってるんですけど、あれ多分ちょっとガッチも入ってますね。あれ結局まだ呼び出しせず楽しかったねで終わっちゃったんですよ、ハワイ。最近入ってきた子たちにも限らずなんだけど、楽しいが勝っちゃって、うん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 、楽しいのはめちゃめちゃいいことだし、楽しいのはもう大切、一番大切とも思うんだけど、楽しいが生意気につながるのは違うと思う。ちゃん呼びとかタメ口ちょっと入りますとかは全然つながらないから、それは見ててえってなるけど、なんかやっぱ空気崩したくないみたいなのがあるから、そうなんですよ。それがすごい難しくて、でもダメだよねってちょっと反省会してます。いつもこの前後輩の子たちに言ったのが、意識してるつもりなくて出ちゃってるって言ってたのみんな、うん、やっぱでもそれもし動画回ってなかっただけで、動画が回った時とかに叩かれて後悔するのは自分や、うん、やし今後ポップ以外のお仕事でも絶対仕事ももらえなくなっちゃうし、うん、あんまいい印象はないですもんね。だから絶対ポップの現場で覚えとかないと今後の自分のために一番学べる場所ですもんね、うん、みんなで今度対談しよう。確かに。でも一回怒ったんですよね、ホテルで、うん、後輩の子にね。そうです、結構言ってたよ、バシッと結構聞いてたよ、目は合わせずに。目を合わせて、なんか言った後にアンコロもビビってるんですよ。え、そうなんですね。なんかアンコロも
い、それですぐ切り替えたら、でもハワイは楽しもう。やばいでしょ。やばいでしょ。でも怒れたと思ったんですけど、聞いたと思った、聞いたと思ったんですけど、でもさ、やっぱ聞いたってさ、それが続かなければ意味ないじゃん。でも寄り添えてないの、いや、ないと思うんですよね、自分たちも後輩の子たちに。 もっとさ、この子のためにならなきゃって思ったら怒れるんじゃない、うん、でも一生懸命になったら、もっと情を入れろってことですか。情自分の妹とかが本当に挨拶とかできてなかったら本当にめっちゃ怒るんですよ。ただ怒るだけじゃなくて、その子のこと考えて言わないとダメなんで、今それができてないから気づいてほしいけどね。いやー難しい。でもなんかそういう気持ちだったら自分の気持ち的にも楽じゃないですか。楽。なんか今までは、まあ、特にハワイの時はなんかハワイだしみたいな、せっかくのハワイだし、せっかくのハワイなのに怒るのはみたいな。でもちゃんと他の日に言ったけど、まあなんかやっぱその時に怒らないと意味ないなって、うん、で分かってない絶対。本人からしても嫌ですよね、後の話出されても、うん、てかなんかずっと怒ってない、うちらのそういう動画モノモースみたいなちゃんとしてほしいっていう願いだよね、うんうん、私たちも気を引き締めていきましょうね。頑張ります。でもまあ仲いいことはいいことですけどね。うん、仲良すぎて、仲良くて礼儀ないは違うから、うんうん、仲いい分ね、なんだっけ、親しい中にも礼儀あり、それ本当にそれです。これ守っていきましょう、守っていきましょう皆さん。最近さ、専属モデルオーディションとかもしてて、うん、まあ今後ね、新しい人もどんどん入ってくると思うけど、どう？え、でも私的にはいい刺激かなって思います。うちもめっちゃ楽しみ、うん、今のポップにいる子たちにも刺激になるような子に来てほしいなって思う、うんうんうん、なんか本当に今の子たちがなんか燃えるように、うんうんうん、やっぱ私たちも先輩がいるときはやっぱ先輩の背中を追いかけようだけだったけど、やっぱ中立の立場みたいな、なんか先輩もいるし後輩の子もいるしみたいな時って一番なんか成長できると思う。なんか上も見れてるし、うん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 、下も見れてるみたいになるから、今回みたいに成長できましたもんね。そう、新しい子が来たらバトルとか始まるんじゃん。じゃあどんなバトルですかね。マジでマジできついよでもさ、そういうのもさ必要だなって思うわ。バトルとか味わった方が変わってきそう。いろんなこと知れるしね、うん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 、いろんな人に感謝できるしね。半年ぐらいやった方がえんちゃん。あ、私たちも参加するってことですか。絶対意識変わる、うん、でもみんなに何ちょ、今の聞きました皆さん、あの今の半年のバトル自分だけ参加しないつもりやったせーの、ごちそうさまでした。その動画大丈夫かな、なんですけど、まあいろいろね語れて楽しかったです。楽しかったですね。はい、誰と誰が次見たいか。え、次誰と誰見たいですか。え、うわ逆にのんちさんとラナとのんちさんとレイレイあののんちさんやっぱり歴が長い、一番歴が長いので、うん、すごい教えてくれそう。うん、はい、ということでこんな感じでした。また次のお刺身も、あの誰か見たかったらリクエスト欲しいね。みんなの意見も、ね、コメントいっぱいしたらコメントで誰と誰が見たいかなるかも。はい、3人とかでもいいんでまた教えてください。刺身じゃなくなったということで、せーの、バイバーイ今日も動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、おすすめ動画よろしくお願いします。ぜひウェブの方も無料なのでチェックしてください。さくらでした。バイバーイ。次も見てねー。